ビ。ゆっくりと時が流れているような不思議な雰囲気。こちらは佐賀市歴史民俗館。あ、佐賀市歴史民俗館っていうのは旧古賀銀行、旧古賀家、旧三省銀行など歴史的価値にあふれる7つの建物群の総称なんです。この辺りで楽しい体験会があるそうですよ。今日の佐賀市テレビは夏休み面白体験会の話題です。ご案内は佐賀錦振興協議会の皆さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夏休み面白体験会はいつ行われるんでしょうか。1月21日と30日の2日間、佐賀市歴史民俗館各所で行われます。こちらの旧福田家ではどんな体験ができますか。佐賀錦手織り体験とキーホルダー作りができます。佐賀錦は手作りの素朴で温かい魅力と絢爛豪華で気品のある美しさを秘めています。旧森永家では断通糸でブレスレット作り、旧三省銀行では自分で染めた和紙でうちわ作り、そして肥前通船亭では抹茶体験とどら焼き作りを楽しめます。難しいかなと思ったんですけれども、佐賀錦振興協議会の皆さんが直接教えてくださいますので安心です。他にも楽しい体験会が盛りだくさんです。夏休み面白体験会は7月29日と30日の2日間、佐賀市歴史民俗館各所で行われます。わあ、いろんな体験がありようごた。私たちも行ってみようか。え、私留守番？え？